<ー>ビズ。皆さんこんにちはテレビ東京報道局の豊島晋作です国際経済をテーマにした新番組世界経済ワールドエコノミーをお届けします今回ピックアップする国は世界最大の経済大国アメリカですこのアメリカが今歴史的なインフレに苦しんでいます今ですねアメリカではこのトイレットペーパーが一ロールこれがですね ほぼ400円日本円で400円ぐらいするといいうこととなんです、ね、日本ですすね日本だたい60円から70円前後でしょうかなので、まあ、これ日本のですね、まあ、5倍以上してしまうというようなところ、まあ、お尻を拭くにもすごいお金がかかるという状態になっている、まあ、日本にもですね円安という格好で日本にも大きな影響が及んでいます。 この円安はどうなっていくのかそしてアメリカの景気これからどうなっていくのか徹底的に議論していきたいと思いますえ題しまして今年円安はほにゃららということでこのほにゃららに入る言葉を探っていきたいと思いますでは早速今回のゲストをご紹介しますお一人目は経済ジャーナリストの後藤達也さんですよろしくお願いしますあ、よろしくお願いします後藤さんは最近まで日経新聞の記者だったと そうですね3月まで日経にいまして今4ヶ月ほど経ってまあフリーであの活動しているところなんですけどもはい。よろしくお願いいたします豊島さんとは本当にお会いしたかったいや私もぜひ今日初対面なんですけど楽屋でもだいぶ話盛り上がったりして、ね、ちょっといろいろあのこれからも仲良くしていただいてもよろしくお願いします,ししますありがとうございます <laughs> そしてお二人目はですねニューヨークからのご出演になります大和証券キャピタルマーケットアメリカの森本博さんです リモートで参加していただきます森本さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします森本さんすいませんあのニューヨークはですねこちら今東京実はお昼なんですけど今真夜中ですよねはい今深夜1時半です <laughs> すいません本当にありがとうございますはい。普段あのモーニングサテライトでもお世話になってますけれども今日はぜひよろしくお願いいたしますはいどうぞよろしくお願いします さて今、アメリカですけれども、まあ、例えば6月の消費者物価指数などを見ますと前年同月比で見ますと9%以上も上昇、これも40年ぶりのですね高い水準となっていますでアメリカの中央銀行に当たる FRB は、まあ、6月に続いて7月もですね大幅な利上げを行って金利を引き上げてインフレを抑え込もうと。 していますその効果がどうなのか利上げをすると景気を冷え込ませるとも言われますしかし今 frb はとにかく今インフレを抑える 物価高を何とか抑え込んで戦うという姿勢を示しているわけです。さて、ここまでのところ、後藤さん、どうでしょう。この F. R. B. のこのインフレファイト、はい、どうですか。うまくいってるんでしょうか。えーっと、まあ、うまくいってるか、まだ評価はできないでしょうね。うん、まあ、この半年ほどで強烈な利上げを続けているので、この効果をこれから見ていくっていうことになると思うんですね。で、一般的に、まあ、金融政策って、あの、発動してから効果が出るまで、一年とか、それぐらいタイムラグがあると言われているので。はい、あの、実際に、それで需要が弱まってくるのか、物価が落ち着いてくるのかっていうのは、これから見どころになるかと思うんです。はい けども、まあ、ただ、いかんせんこの半年かなりのペースで利上げしているので割と早い段階で需要の減退とか来る可能性ありますねまさにそのね景気後退のリスクをしょってまでもとにかく物価を抑えると、はい、今のところはそうですね0.75%いわゆる75ベースの利上げをまあ連続でやってるわけなんですが森本さん、実際アメリカはそのぐらい。 物価の上昇、激しいということですが、現地に住んでてどうですかそうですね、生活の実感として、やっぱり物価上がってるなっていうふうに思いますあの、財の価格もそうですし、サービスの価格もすごく上がってますね、例えばレストランに行った時の支払いの金額とかも、1年前に比べると2、3割上がってますし、うんうん、あと、配車サービスが値段が上がってますね、リフトとかウーバーとか,か。はい 大体もう1.5倍ぐらいになってるなっていうような感覚持ってますさっきあのトイレットペーパー、これ400円ぐらいっていうふうに紹介したんですけど、結構日用品とかもそんな感じですか、値上がりというのは。日用品高いですね、まあ元から高かったんですけど、特にそのトイレットペーパーですとか、あと歯磨き粉とか。 まあそのいわゆる家庭用品の値上がりっていうのはかなり目立つなって感じしますねしかも家賃とかもね、まあ、ニューヨークってアメリカの中でも最も物価が高い都市の1つだと思うんですけど相当、人々の暮らしというか、まあ、給料がついていかないのかどうなのかその辺どうなんでしょうか給料も上がってはいるんですけれども、まあ、家賃の上昇ペースはそれを上回っているなっていう感じはしますね。 さてアメリカではですね11月に中間選挙と呼ばれる政治,な政治イベントがあるんですけれども、まあ、今のところホワイトハウスはリセッション景気交代はないといいとうに言っています、まあ、イエレン財務長官もそういうふうに言っているんですけれども実際、これインフレで物の値段が上がって景気も悪くなっているのではないかという,ふうに素人目には思うんですがアメリカの景気どうですか そうですね。まあ、足元、少しあの消費が鈍化してきてるなっていうふうには思うんですけれども、かといって、じゃあ、のものすごくあの景気が悪くなってるっていうふうにも感じないですね。 じゃあまだ景気後退とは言えないような状況景気後退ではないというような認識だということなんですが後藤さんんどううなんでしょうアメリカは今この物価高と景気後退に陥るかもしれないというこの2つの課題を抱えて戦っている今までのここまでを振り返るとどうですか。 ここまでまあ特にその FRB の対応としては完全に物価対応ですよね。あの景気のところももちろん景気が悪くなることは避けたいですけども、それをあの景気を支えるために緩和を続けてしまってもちろんインフレが高騰してしまう恐れがあるので、今はとにかくインフレを退治すると場合によっては景気が犠牲になっても構わない。多少雇用が犠牲になったり株価が下がってもまずはインフレを退治しようというところですよね。でやっぱりその CPI で9%ってとんでもないインフレであって、今日本ってインフレで騒がれてますけどそれでも2%ですよね。全体の指数で9パーという方はそれこそ本当に。 ものによっては20%、30%上がっている状況で特にその必需品が上がっているわけですよね、ガソリンとかそうです食料品とか、そういう意味ではまあ低所得者層の打撃はきついですしあの、まあ、景気の先行きの不安というのは強まっているのでまずはそこをとにかく対応すると、そういう意味で、まあ、先ほど話ありましたけど、0.75%の利上げ、えー、2回連続0.75ですよね、その前0.5だったので3回の会合で2%も利上げしているというのはこれはもう近年ないようなことなので、まあ、それだけまあ本気で止めに来ているというところですよね。 なぜですねここまで FRB アメリカの中央銀行が急激な利上げを行っているのか、まあ、それはすさまじく物価が上がっているからなんですが物価が上がった理由というのはい、まあ、言われていますコロナウイルスのパンデミックでいろ、まあ、んな物流が滞ったりして、まあ、需要と供給のバランスが崩れてしまった。 それは供給が追いつかなくなって、物の値段がとにかく上がった。そこに来て、さらにロシアのウクライナ侵攻という戦争が起こって、まあ、その不確実性もあって、いろんな物の値段が上がって、実際、ウクライナからは穀物の輸出が止まったりもしました。まあ、そういったことが世界中の食料の価格を上げていったわけです。まあ、こういったですね、あの物価上昇の圧力というのが。 アメリカ経済に与えた影響について聞かせていただきます。そうですね。まあまさにこの需給の不均衡っていうのがまさにポイントであって、でこの需給の不均衡っていうのが近年この20年30年で起こったことのないようなことになっていると思うんですね。で需要の面でいうと今少し弱りつつありますけども、ここ1年ってのは本当に強かったわけなんですよね。でなぜ強かったかっていうと、やっぱり2020年以降の財政出動、それから金融緩和で、もうものすごい力強く政府も FRB も後押ししたわけですね。でその結果すごく所得もあって、かつまあリベンジ消費みたいな形も加わって。 きたたのののででで、まあ、今ままになないいいよううう消費の強さととものがあっ,たっていうところはまず1点ですねそれと同時にそんなに消費が強いにもかかわらず供給で、えー、そのサプライチェーンの問題が起こってしまったと、えー、これはまあその一度コロナで経済がストップしてしまったところから再開するってなったところに、まあ、いろんな連鎖するような形で物がうまく動きにくくなってしまって届けられなくなったっていう、まあ、非常にこの近年にない需要の強さと近年になかった供給の問題が同時に起こったっていうところがまあ一つ大きなポイントなんですよねで。そこに上乗せするような形でロシアの問題が が起こったとで原油価格、それからまあ小麦とかトウモロコシとかですよね、その辺の価格も上がってしまったということで、非常に複合的な要因で、えー、インフレが一気に上がってしまったということですね、だからそういう点で言うと、今までのエコノミストの予想ツールでは、なかなかこう先行きが見通しにくいというか、こうなればこうなるだろうという経験則がなかなかこう当てはめられないような状況なので、まあ、だからこそこの半年ほど、FRB も含めて、ですねインフレの見通しをこう外してきてしまったというわけであって、この先も非常に読みにくいということですよね。これねあのー 森本さんなんかにもよく番組で聞いてたんですけどもエコノミストの皆さんインフレは一時的ですか継続的ですかっていうふうに去年のね今頃聞いて真っ二つで大体分かれてたんですよねビューがいやまあ一時的だろうっていう人が最初は多くてその後は割とみんな続いてるとおややっぱりちょっと一時的じゃないかもみたいな感じでちょっとなってきたっていうのがあって <laughs> 森本さんこれどうでしょうマーケット見てる立場としても相当この1年は、はい、1> まあ予測とか まあどうマクロ経済になっていくか、はい、物価がこのまま上がり続けるか、いやいや、一時的だとか、まあ、結構予想は相当難しかったんですかやっぱりその一時的っていうのは、もうずっと最初は言われてましたけど、その最初、インフレが起きたときって、まあ、さっきおっしゃったように、需給のアンバランスから生まれたと思うんですよね。でそのの後、まあ、供給問題に関しては一時的なもので あの徐々に解決していくだろうって結構みんな楽観的に見てたと思うんですよ。うん、そのサプライチェーンの混乱にしてもあの人手不足とかにしても結局そのパンデミックの影響だろうから、まあ、パンデミックが落ち着けば戻ってくるだろうって思ってたと思うんですよね。ただそこにそのウクライナ侵攻の話であったり中国でのロックダウンであったりっていうまた予想してなかった変数がこうのしかかってきて、うん、供給問題がこう。 延長されてしまって、そしたらこう一時的って言ってた人たちも、ですねあれ、ちょっとそうでもなくなってきたなっていうふうに、うんあの、徐々に傾いていったのかなっていうふうに思いますね森本さんも最初は一時的派でしたか完全にチーム一時的だったんですが、しかし、まあ、戦争とさらに中国があそこまでの極端なことをやるのかと。 いうのをやっぱりなかなかエコノミストマーケットのアナリストの方々予想できなかったとっいうことなんですかねいや、本当におっしゃる通りだと思います。ロシアのウクライナ侵攻にしたって、実際に侵攻するって 予想ししてたた人の方がやっっぱり少ななかかんじゃないでしょうかね,、うん、そうですね実際後藤さんそれは政策当局もそうだったんでしょうか FRB もそううだったんでしょうか、まあ、あの去年まあ一時的というふうに言っていたことが、まあ、今からすれば外れていたということかもしれないですけどもあの、まあ、そう見ざるを得ないところはあったと思うんですね。まあ、もちろんその不確実性は高いのでインフレが止まらない可能性もあるということはこうヘッジのように説明はしていましたけどもそこをメインシナリオになるように置けるような、えー、材料というのはなかなかなかったとっいうのは特にそのサプライチェーンの問題に関してはあのこのやっぱりこれ コロナショックとそこからの経済再開というのは今まで経験したことないことなのでじゃあ,あと何ヶ月で終わりますかって言っても分かんないわけですよね。でそれが、まあ、去年の、まあ、春ごろからかなり言われてきたのがまだ1年経ってもまだ解決していないという状況なので、まあ、これはああ FRB あるいは民間のエコノミストを含めて責、ね、めることはまあ難しいだろうなというふうに思いますけどもねしょうがなかったと。しょうううががないと <laughs> がいと私のもも偉そうですけど <laughs> で今焦点はじゃあこのインフレもう長引いてきたエコノミストも FRB もパウエル議長も間違ってきただけどまあしょうがない長引いて予測不可能だったらまあしょうがないとしてじゃあこれいつまで続くのかという話なんですが森本さんこれはズバリいつ頃まで続くんでしょうそうですね私はもう年末から来年の頭ぐらいにはかなり鎮静化の方向に向かっていると思ってますさっきあの供給問題が延長してしまったというふうに申し上げましたけれども じゃあ、需要の方に働きかければいいという話ですよね、その FRB の金融政策で需要を減らす方向に働きかけていくと、まあ、それを昨年あごめんなさい今年の3月からやってきて、その効果がこう徐々に徐々に染み出してきてると、まあ、特に金利敏感なところ、住宅周りとかはまあ明らかに需要が減ってきていますし。 あと、まあ、そのハイピッチの,あの金利、えーと、利上げによってです、ね、あの景気が思ったより早くクールダウンするっていうので、あの資源価格とかも結構今、下がってきてますよね、要はマインドに働きかけるような格好で、まあ、こういったところが遅行、ね、して、インフレを押し下げてくれると、でさらにその後サービス価格、まあ、現在、高止まりしている家賃ですとか、そういったところにも、 えー、金融政策の影響が効いてくるって考えれば、もう少し経てば、まあ、年末から来年の頭ぐらいにかけては、インフレ沈静化の方向に向かうんではないかなというふうには思ってます。 この点後藤さんはどうですかそうですねあの基本的には近い形がメインシナリオかと思っていてまぁ、あ、今年の秋から年末にかけて少しずつそのまあそうやっても急に2パーになるわけではないですけどもねあの8パー7パーというふうに下がっていくのが基本線かなというふうに思ってますねでまああの先ほど需要に働きかけるっていうお話ありましたけどもここはまあ本当に frb にとって難しいところであの利上げをすればまあその例えば住宅を買ったりとか企業が設備投資したりするのは弱まるという効果あるんですけどまあ、パウエル議長何度も言ってるように供給要因にはなかなか働きかけられないという なんですよね利上げをしたからといって急にそれが直接的にあの物流が改善するとかですねあのそれこそロシアの戦争が変わるとかそんなことはないわけなのでこちらの要因は基本的に FRB からは働きかけられないという難しさがあると思うんですよね。なのでこの需要の部分が弱まってくるっていうところで、えー、まあ一要因として物価が落ち着いてくれればいいなというところですね。ただ,ただまあ一方でそのサプライチェーンの方の問題に関してはまだ引き続き不透明ですけども例えば ISM の物流遅延の指数とか見てると結構下がってきたりしていて。 なのでまだまだ予断は許さないけどもそのサプライチェーンの問題は少しずつ解決の方向に向かいつつあるのかなというのもありますしあとはまあエネルギーですよね原油今もう80ドルになってきてますしあの小麦とかなんかはロシアの侵攻前の水準に来てますのでまあそういった諸要因はあのインフレを収める方向にだいぶ材料は揃い始めたかなという気がしますね確かに WTI 原油も,まあもう100ドル割り込むような展開になってきましたけれどもまあ確かに今もうあの後藤さんがおっしゃったように 供給サイドの問題少し解消されつつあるじゃあ需要はどうなのかっていうところしかしここにきてですね森本さんアメリカの今経済って今物価もも上上ががっってててるるんんでですすけけど賃金きわなよねさっきおっしゃったようにウーバーも結構インセンティブを払うのに結構ウーバーもそれで利益が減ったりしてるドライバーにインセンティブを払わなきゃいけないということで実は今アメリカの経済指標では 賃金が上がりすぎると困るとマーケットは困るという結構奇妙な状況になってるわけですよね実際アメリカ人の賃金あの日本賃金がほとんど上がらない国にいてちょっとすごく不思議なんですけれどもアメリカの賃金上昇やっぱどうなんでしょうやっぱ上がっていて ただ、需要を抑えるためには、これ下がって、これから下がってくるんですか？まあ、これまでずっと上がってきましたけれども、もうすでにあの大企業でもですね、あのレイオフ一時解雇の動きが出てきて、その労働市場の逼迫っていうのは、ちょっとずつ解消されつつあるのかなと思ってます。あの、先ほどウーバーのお話出ましたけれども、ウーバーとか、あと、配車サービス大手のリフトとかが決算の時にですね、あのドライバーのサインアップ。 の数がすごく増えていると要は、うん、その結構ドライバー集めるの苦労しなくなってきたっていうふうにも言っていて<あ>、まあ、いろんなところでですねその労働市場のひの、まあ、っ迫ていうのは抑えられつつあるのかなとは思ってます。うん、ということは給料は今までみたいにはそんなにもう上がらなく今なってきてるんじゃないかということですかその通りですねあの、上がってもそのペースは鈍化しつつあると思います。 私かからちょっと質問してもいいですは去年の秋までニューヨークにいたのでそのまあ半年余りの変化ちょっと森本さんに伺いたいんですけれども去年の9月ぐらいの時でもですね例えばレストランって本当に人手が足りなくてこう、えー、人を呼んでもなかなか来なかったりとか料理が出てこなかったりとかそれでいてかつまあ値段も高いでウーバーもそうですよね値段も高いんですけど従来だったら12分ですぐ来たのが5分ぐらい来ないとかあったんですよね欲しいものがそこにないっていうようなあのまさにサプライチェーンの問題が個人のところにも来ているというような感じがあったんですけど森本さん、今のニューヨークでの生活 からしてみると、まあ、価格は高いということですが、そのウーバーとか、あるいはレストランのそのお店の人の数とか、その辺のこう、えー、すぐにものが届くかどうか、サービスが届くかどうかっていうのは、変わってきたりはしてるんでしょうかそうですね、今、後藤さんがおっしゃったとおり、確かにそのパンデミックの直後の時っていうのは、本当に人が減ってしまって、なかなかこうサービス供給まで時間がかかってたイメージなんですけど、最近、改善されてますね。うん まあ特にウーバーもそうですし、レストランとか、も従業員の数増えたなっていう感じがしまして、のその辺の目詰まりっていうのは、ちょっとと解消傾向ななのかなと思いますやっぱりものすごく賃金も上がっているので、それだったら仕事しようかって言っても結構増えてきてるのかもしれないですよね、うんうん、しかも物価が上がっているから、まあ、森尾さんがさっきおっしゃったように、やっぱちょっと生活費を稼がなきゃいけないと。うん 物が高いから働かなきゃいけないという人も増えてきてそういう人たちが労働市場に入ってくるとやっぱ給料も少しこう下がってくるような圧力になってくるわけですかね。うん、という中で今、供給サイドから後藤さんからまあ少し根詰まり解消してくるんじゃないかで森本さんからはまあ給料もこれから抑えられて、まあ、両方、需要、供給、まあ、両サイドの面から見て物価はこう下がってくるんじゃないかというお話がありました。 ではこれを考えますとドル円相場などにどういう影響を与えていくのか、まあ、もしこれで FRB が少しあ、まあ、物価も落ち着いてきたから少しちょっと利上げのペースも落としていいんじゃないかとなった時にドル円がどうなるかというところまず森本さんこれはどういうふうにドル円相場に影響していくると見ればいいんでしょう年後半にか。けてててて利利上げげペーースがが落ちいいっっ、まあ、年に利ににはは下視野入ってくるっていうふうに、まあ、今もうマーケットは 予想していますので、実際にそれをこう裏付けるようなインフレの沈静化っていうのが年後半にかけて出てくれば、あのその方向感の違い、方向転換をですねあのドル円相場っていうのはこうビビッドに受け止めて、まあ、今、急激に進んだ、えー、円安ドル高をですねちょっとこう巻き戻すような動きっていうのは出やすいのかなというふうには思います。 やや円高方向にどちらかというと見てらっしゃるということですかそうですね、現行水準よりはやや円高かなと思いますでは、森本さんは年末のドル円相場の水準、大体どのぐらいを見てらっしゃいますかそうですね、まあ、1ドル125円から130円ぐらいが妥当なのかなというふうには思います。うん、まあ今のののアメリカとととと日本のですね長期金利差かかを踏まえると大体それぐらいが妥当なのかなと ちょっとその陶器筋に円売りを仕掛けられたその影響でちょっと走りすぎた部分をこう剥がすっていう感じになるのかなと思います、うん、この点後藤さんどうでしょう一時まあ139円近辺での円 円安ドル高になりましたけれども、年末ぐらいの水準はどういうふうに見てらっしゃいますかそうですね、まあ、あの基本線としては本当にだいぶいいところまで円安ドル高が来たんだろうなと思ってるんですね、7月半ばにかけての動きはかなり急でしたし、えー、もうその、値幅もスピードもですね、139円までいったのはかなり強かったですね、でこのまあ7月末頃から8月初旬にかけては、一気に131円にいったりして、揺り戻すような展開もあったりしたので、まあ、今までかなりそのアメリカのインフレ、金利上昇というものをまあ過度に織り込むというか、そこにすごい警戒が強い 収まるような形で円安ドル高が進んできたので、あのもう一段インフレが本当に収まらないとか、やっぱり利上げどんどんしていかなきゃいけないっていうようなリスクシナリオが来ない限りは140円150円ということにはなかなかなっていきにくいと思います。ただですね、まあ一方でまあ日銀はずっと金融緩和を続けますし、アメリカも利上げペースが遅くなるとは言っても一気に金利がゼロパーになるわけでもないので、まあ、基本はまあ130円台を中心としたところっていうのがまあイメージとしてあるかなというところですね。今あのまあ想定外シナリオが行な 起こらなければという話もありました。けれども、ねうん、確かに森本さんここまで戦争は起こるは疫病は広まるは、中国はもう意地でもゼロコロナをやめないっていうなかなか予測し難い。変数ありましたけど、年末に向けてのまさかの坂みたいなのはないですか？どうでしょう？リスクシナリオリスクシナリオはまあやはり戦争のところでしょうかね。うん、まあ、その1番影響を与えたのはあの。 円ンドルに影響を与えたのは私、戦争だと思ってまして、やっぱ戦争によって、その日本が持たざる国だっていうことがすごく意識されてしまったと思うんですよね。エネルギーは持ってない、食料自給率も低いっていうことがものすごく浮き彫りになってしまって、もう投機筋からしたら、もうすごくし売りを仕掛けやすい通貨っていうふうに見られてしまったと。でさらにに金融政策に関しても まあ世界各国が割れ先にと利上げを進める中で、まあ、日銀はずっとこうゼロ金利を続けてるっていうので、まあ、その方向感の違いからもまあ円売りを仕掛けやすいっていうことになったので、まあ、そのやっぱりきっかけっていうのは戦争だったのかなと思うので、まあ、この関連でですねちょっと何か出ると例えばその米中関係とかもちょっとまたきな臭いですけど。 まあ戦争地政学リスクっていうのはすすごく気になるところではありますねうん確かに日本は資源もないし最近は貿易収支もですね結構貿易赤字みたいなやっぱ原因を相当輸入しなきゃいけないので収支も結構きついんじゃないかと日本って何を持ってたんだろうか日本の価値って何だったのかっていうのが確かにある意味で問われたのかもしれないということですね。うん、後藤さんどうううでしょここのののあたり日本というのはこの円安 相当今海外から原油ガソリン買うのに、まあまあ、かんなりお金払わなくなっちゃっていいかな。これ相当やっぱり安デメリット。 なっててきたと見ていいんですかまああの10年前15年前と比べるとデメリットの度合いは高まってるのは確かでしょうねあのやっぱりそのエネルギーあの原発停止もあって海外から頼る部分って多くなりましたしそれからまあ最近話題になったのでいうと iPhone の,の円の値段円ベースでの,あの値上げっていう報道がありましたけれども、えー、まあ従来であればあの15年前ってガラケーとかってパナソニックとかあの東芝とかそういうものでしたよねそれがまあやっぱり海外の製品になってきていてやっぱりエレキにしても輸出競争力というのは少し落ちてきてるところがあるので。 えー、まあ、そういう意味でもこの円安になった時のデメリットの度合いは高まっているのはあると思います。ただただですね、あのじゃあ全体で本当にデメリットが大きいのかっていうとここはまだ微妙なところかなとは思ってまして、あのまあ先日トヨタがあの決算の見通し情報修正したりしてますけれども、あのやっぱりその円安になって恵まれるところもあると思うんですよね。で、まあ最近そのメディアとかだと悪い円安とか、まあ、鈴木財務大臣も言ってますけど、国民への負担が大きいですし、その負担を被る人の頭数が多いので悪い面っていうのはやや。 強調されがちなところはあると思いますがそこはもう少しバランス見た方がいいのかな、まあ、全体としては本当にプラマイゼロに近いところなんじゃないかなというイメージですけどもね確かにあの国民の生活という観点からするとどうしてもかなりネガティブなところが目立つただ一方でまあ稼いでる企業特に東証一部上場の会社で見るとやはり過半数は輸出中心のものづくり多いそ,、ね、そこは相当収益を押し上げる、まあ、トヨタも相当押し上げてくるというところがあってだから結局、だから日経平均とかで見てみるとあの円安になった日は比較的やっぱり株高になる日のが比較 比較的多いといとうか、はい、実際、どうでしょう森本さんあのよくです、ね、日本はここまで円安が進むとです、ね、為替介入の話がよく出てきてこれちょっと円外介入に行くんじゃないかとか円外ドル売り介入に行くんじゃないかとかいう話がちらほらあるんですけれどもアメリカからすると基本的にドルは今、高くないと困るアメリカは物価高いわけですから物価を抑えるにはこれドル高が望ましいわけですよね。 アメリカって今、日本が為替介入しようとしたら、それ認めるんですか、ね、<laughs> 認めるうん、難しいですね、まあ、ただ、牽制はするでしょうね、おっしゃった通り、<あ>確かにドル高の方が、アメリカにとっては今、望ましいっていうのは間違いないでしょうからあのこの間、鈴木財務大臣と、えー、イエレン財務長官が会った時に、まあ、その辺どうなんだというふうなところ、話題になりましたけども、結局なんかこう、リップサービス程度の、まあ。抽象的なあの原則論、ね。原則論だけ。ねうん ということでしたね。ただまあ日本にこの円安というのは非常にですねあの大きなその先ほど森本さんがおっしゃったような問いをですね実際この国は価値を生み出しているのか何を持っているんだというところが問われてきたというところもあるのではないかと思います。日本としてこれどういうふうにこの円安の状況まあ確かに製造業はプラスになりますけれどもこの状況を円安がもしまあ、ある程度円高に戻すとしても まあ基調としてはまあやっぱり円安の流れ続くかもしれないとなるとこれをどうこうチャンスに変えていくようなところ、後藤さんどうですか。難しいですね。まあその今の円安ドル高っていうのはまあ日銀のせいというふうにも言われるところありますけど、基本はやっぱアメリカの要因が中心ですよね。なのでまあアメリカのインフレが収まって金利も落ち着いてくれればまあいいなというところはありますけども、じゃ日銀としてこれで利上げして円安を防ぐべきかというとそれはなかなか難しいと思うんですね。日本って本当にもう今潜在成長率も低い状況ですし、ここでじゃああの1% 2%へ取り上げしてしまうと、それこそ中小企業が破綻してしまうようなことがあるので、ある意味まあ円安がいろいろデメリットだと言われても緩和は続けざるを得ないというところですよね。なのでまあ対称療法かもしれないですけども、今みたいなインフレが起こっているものに対しては政府がま財政を出すようなことによ出すことによってま低所得者にこう現金給付するのか、あるいは関連する業界に補助金のような形で出すのか、そうやってまあ今のインフレの問題に対応していくしかないというところかなと思いますね。 このあたり森本さんどううでしょうもし円安ドル高の流れを根本的に変えるとすると、ですね、まあ、アメリカが金融緩和をして、日本が金融引き締めみたいなことになると、分かりやすく円高ドル安になるわけなんですが、今、後藤さんがおっしゃったように、とてもじゃないけど、日本はそんなことはできない、まあ、金融引き締めをやると、おそらく経済が結構メタメタになるんじゃないかみたいな、アメリカから見てると、そういうのはもう分かってるから、これ、安心して円売りドル代を仕掛けられる、そういうところもあるんですか。 まあそれはあると思いますね。そういうところは見透かされてしまってると思います。ただその私ちょっと思うのが、その観光とかでこう円安をこう逆手にとってあの何て言うんでしょう、稼げばいいんじゃないかなって思うんですよね。あのまあコロナとの付き合い方は難しいとは思うんですけど、やっぱりそのこちらに住んでいるあのアメリカ人とかって、まあこれだけ円が安くなって日本行けるんなら行きたいよね。 って言ってる人増えてるんですよね。あと、そのあ,あえてその日本のアマゾンでこのドルで買い物をする人とかもいますし、配送料かか,配送料か,かりますけど、でもそれでもその円安の分でカバーできるから、全然安く日本のもの買えるよねっていうので、買ったりしている人もいて、なので、 まあそのまあ、確かに円安ってネガティブなところもたくさんあると思うんですけど、まあ、ポジティブなところを見て、まあ、それをこうそこにこうフォーカスして仕掛けていけばどうなんだろうなっていうふうにはこう思ったりしますねまあ確かにあの、かつて115円前後の時に訪日外国人客が3000万人超えてましたので、まあ、理論的には今、130円ぐらいの水準だと、訪日外国人4000万とか5000万いくじゃないかっていう人すらいるんですよね。 ただ、日本今、国を閉じている状態あのアメリカには行けるけれども私よく聞くのがアメリカに出張はできるんだが帰ってこれないかもしれないとだからアメリカに出張できないんだみたいなことを言 <laughs> う人がいてやっぱり森本さん、外から見てても日本の,このちょっとコロナ鎖国みたいなところはかなり得意なところがあるんですかね世界を見てて浮いてるんですかね。 うん、あると思いますね、やっぱりその今、日本に帰るときに PCR 検査しなければいけないっていうのが結構ネックになって出張に来られないっていうのはまあ聞きますね、うん、もしそのコロナにそこで陽性ってなってしまったら、延泊しないといけない、い<や>そのコストだとかリスクっていうのを取れない。<laughs> <laughs> いいいう方は多いのかなと思います後藤さんどうでしょう、この辺りその円安メリットをどう生かしていくかみたいなまあ観光という,観点うですね観光はでも大きいですね、私自身も去年の9月日本に帰ってきたとき、なんでこんなに安くてこんなに美味しいもの食べれるんだって思ったんですけどそこからアメリカさらにインフレになってさらに円安になっているので今、帰ってきたらもっと日本の安さに強烈に気付くはずですよね。 だからまあ外国人が今、ちょっとそういう意味でその入国の規制とかありますけども、えー、ここがまあコロナが落ち着いて解除されればかなり爆増する可能性はあるので、えー、そうするとまあ景気にも良くなりますし、まあ、資金フローの観点から円安,を歯止め円安に歯止めがかかるようなことにもなるかと思うので、まあ、そういう点でもまあコロナが落ち着けばいいのになというふうふに思いますけどね。うん、ととといいいうことでろろ、まあ 円安をめぐる議論アメリカ経済の話を中心にお伝えしてきましたけれどもなん、まあ、でしょう、なかなか相場の予測は難しいんですがお二人の話を総合しますと今年円安は落ち着いていくそして日本はこの円安のメリットを考えよというところなんでしょうかお二人ともです、ね、ニューヨークからそして東京のスタジオからお忙しい中、今日はどうもお二人ともありがとうございました。ありがとううございいままましししたたそれではまた次回お会いしましょう